ノスタルジックっていうのは言葉使われましたけども、これは僕の個人的な考え方かもしれませんけれども、やはり秋田のというのはやっぱり、まあアメリカマインド、アメリカの歴史っていうか、あのアメリカ人の心をかなり体現しているブランドだというふうに思っています。最初のアキトロンが電子時計というコンセプト自身が初めてのものでしたから、まあ、それをあの人々に見せるというところがもうポイントだったと思うんですけど、単にこう過去のアキトロンのデザインを真似るということではなくて、デザインに込められていたコンセプトをどういうふうに表現するかということ、最初にですね、始まったきっかけは10年前に次世代時計の開発チームっていうのができます。時計に今まで使われてない発電源の候補をいろいろやったんですけど、まあ、その中で一つエレクトロスタティックの技術ができている。静電気のタイプというのは逆にこのエレクトレッドという、まあ、帯電材料があるんです。これに対して電圧を加える、もしくは帯電材料を動かすことで、発電をする。普通の時計部品としての部品精度の作り方ではちょっと入らないと。設計とかだけではなくて、部品の加工だとかものづくりの方ですね、のところにもちょっと苦労させて時計の製品化を進めたというところがあります。ブリーフィングの時、同時にムーブメントを見せてもらって、その時に最初はやっぱり全く見たことないムーブだったので理解できなかったんですけど、だんだんあのエンジニアの方に話を聞いていくうちに、だんだんそのムーブメント の楽しさだったり素晴らしさを理解してデザインしてました。オリジナルのアキトロンもスピードを落とさずにどんどん面白いケースだったり文字盤だったりっていうムーブメントを生かした新しいデザインを、このオリジナルアキトロンと同じように進化し続けたいと思ってます。このモデルはそのムーブメントそのものが持ってる形だったり素材だったり、上からパーツを重ねていって、そのムーブメントにより魅力的に見えるような化粧を施したいと思って、みんなが注目するようなケースを作りたいと思って、まあ、それがアキトロンらしさかなっていうのも感じてます。時計好きな人にとってやはりあの魅力的な商品であることが一番だと思います。この時計を身につけることが楽しい、あの時計の針の駆動を見てるだけでも楽しい、常に新しいものを求めていくんだけれども、でもなおかつこう歴史にもあの目を向けてるという、まあ、そういう、まあ、2つの方向があるようなブランドだと思ってます。